6月17日、中央区視覚障害者福祉協会という市がバス俳句に出かけました。皆様からもお話がありましたように、今日1日、楽しく過ごさせていただきたいと思います。でこの紅花というのは平安朝の頃から、着物を染めるあの紅の色の、昔は化学染料がありませんでしたので、これが主たる染料だったそうです。染料の原料なんですけど、花としても結構綺麗な可愛らしい花だそうですから、皆さんどうぞ楽しみによろしくお願いいたします。バスは東京湾アクアラインで木更津へ、房総の海辺を走った後、大津の里の花クラブで紅花の花摘み。死んじゃった後かな。いやもう枯れちゃった後なんですよ。枯れちゃった後な、うん、こんなのこれから咲くんじゃないの、うん、よっしゃ。でもね、ドライフラワーにするとね、軸も綺麗に仕上がりますよ。あ、そうなんですか、うん、わ、これこれほら、これこれが黄色いので綺麗なのが一個、こっちこっち、もうちょっとこっち、これが こっち、これを見てみて、これ黄色、はいはい、綺麗でしょ。あ、綺麗だよね、うん、これがほら、綺麗だ、うんうん、これが赤くなるのかな、ね、これがね、オレンジの赤くて黄色いのがまだ、うん、いい感じ。綺麗なの取れた？そう言われるとな。同じ花ばっかり。花は盛りを過ぎていましたが、10本ずつ摘み取ってドライフラワーに。そうそうそう、マジックがね、出て右側に置いてありますので、はい、はい、はい、昼の食事は房総の幸を、前後にカステラ工場と海産物の買い物を。じゃあ私もそう。はい、どうぞ出てください。はい、どうぞ。5階ここ。5階よ、5階よ。降りて降りて降りて。あ、押してるよ。開けて閉め。あ、開けた開けた。ごめん。バカだね。オッケーオッケー。帰り道、海ほたるの5階まで上がって休憩。今通ってると道が見えて、あとはほら全部海よ。いい天気で良かったですね。海の匂いする？しないね。しないね。高すぎるからな。嫌な匂いがする。油っぽい匂いが、油っぽい匂いですね。ね。そうなっちゃったんですね。なんかね、海の匂いが。はい、後ろ。あ、犬がいる。犬座れんのこれ。座れるでしょう。おお、危ない。おお、それ犬だから今ぶつ。でもなんでここにいるの？なんでいるの？何もないって寂しいからじゃない。犬坊崎ってどこだったっけ？犬坊崎？犬坊崎が一番ですけど。あの調子の先だよ。調子の先だよ。そうだよね。ここじゃないもんね。坂本さんここに来て座りましたから、ね。ああ、そうそうそう。そこ見えたんだ。来たよ。そうそう。2台目のエレベーターで。会長のお話が聞いたんです。会長、お誘いありがとうございました。天気に恵まれたゆったりバスハイクでした。